医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルへようこそ。こんにちは、河村信也です。静岡ホームクリニックを拠点に4つの在宅の診療所を展開されている内田貞介先生のインタビュー第5弾、最終回になります。今日はですね、今後の在宅医の方向性とかですね、先生のやりたいことっていうのを聞いています。これから在宅で開業される方、在宅も入れて開業される方いらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、聞いていただけるとすごく参考になるのかなというふうに思います。最後にですね、私がちょっとまとめる時間も作っておりますので、ぜひ最後までご覧いただけると幸いです。それではインタビューからどうぞ。最後に、その先生がどういう方向を目指していきたいか教えてもらおうかなと思うんですけれども、在宅の方向性今こうなるなとか、開業医ってこうなるなっていうのは教えていただいたんですけれども、先生ご自身が今後やりたいなと思ってるところとか、こういうのを挑戦してみたいなとか、そういうのがあったらちょっと最後にお聞かせいただいてよろしいですか。はい、一つは今ですね、いくつかクリニックを出していろんな地域で自分たちのやってることが受け入れるっていう経験をさせていただいたんですね、はいはい、在宅の専門医を勉強してきてくれて、在宅を楽しいって言ってくれる仲間が増えてきてるっていう経験を開業して、積むことができたので、この2つに関してはできる限り、いろんな地域で、規模はもう大小いいと思うんですけど、自分たちのやり方で、いいなと思ってくれるとか、連携したいって言ってくれるようなところがあれば、最初はですね、正直数とか、店舗展開ってあまりにも経営に特化しすぎていて、それって医療者としてどうなのかっていう思う時期も正直あったんですけど、ただある程度地域からの信頼の裏返しかなっていうふうになんか感じる時があったんですよね。これだけ求められているっていうことをしていて、これだったらばやっぱ自分たちができることっていうのは、ある程度自分たちができる範囲の中ではいかにこの自分たちがいいと思っているものを提供していけるかっていうところだと思っていて、なんでその時から自分たちの医療を広げられるところに広げていくっていうところは、今まだ在宅が足りないって言ってるところからするとですね、ぜひやってみたいなっていうふうに思ってます。まずは規模をこう大きくしていこうっていうところが一つっていう感じですね。でもう一つに関してはやっぱりさっき言った教育の部分に関しては、在宅医療の楽しさっていうところを共有できる仲間たちを増やしたいな、そして専門医も取っていただきたいし、その先にその方が独立をして、そして成功してもらいたい、僕は32で開業したんですけど、なんでそんな早く開業したかっていうのもいろいろ聞かれるんですけど、僕は医者として一番脂の乗っている時期に開業医やりたかったんですよ、自分の中では独立して一人でやってる時に成功を収めるっていうことが、自分の親も事業を自分でやっていたので、そこがもし自分の中でないとちょっと喪失感があったんですよ、大学でやりきってその惰性で開業してしまって、それでうまくいかなかったり、多分後悔する、なんで一番頑張れるところで開業やりたいなっていうのがあったので、だから関わって仲間になった人たちはその次の自分のフィールドで成功してもらう、成功してもらうまでがないとダメかなって思います。一緒に共有できる仲間をこう集めるっていうところですね。もう一個は、日本は高齢化がすごく進んでいて、2025年問題とかありますけども、日本の高齢者の数が増えていくと、医療介護の方の仕事についてることも多分必然的に増えると思うんですね、おそらく2040年とかには5人に1人が医療介護職だって言われているそうなんです、そうなると日本の中でかなり膨大な産業になっていると思いますし、日本は世界に先駆けて高齢者先進国ところだと思うので、これはできればですけど、せっかくそういう最中にいてそういうところに関わっているので、海外に自分たちの医療を求めるところがあれば、ぜひとも提供していきたいなというふうに思います、海外展開ということですよね。もう一つは、高齢者を訪問診療ずっと見ていると、例えば食事に関しても食生活多分ですね、40とか30で大体もう決まると思うんですよ、それで多分おそらくずっと生活しこられていくと、初めてお会いした時にかなり痩せてらっしゃるとか、そういう患者さんも結構多いんですね。でそういうのを見ていると、もちろん在宅診療はお看取りとか、こういうところもかなり大事な部分であるんですけど、究極いくと予防医学なのかなと思ってます、もしかしたらなんですけど、僕でも全然かなわないようなもう在宅医療をずっとやってる先生がいると、もしかしたらその患者さんってその関わってる間のもう数年間とかは何もイベントないのかもしれないですよね、もちろんしょうがない部分もあるんですけど、むしろいろんなイベントあるっていうのはまだまだ自分も力不足だなと思ったりもするんですけど、そういう面で言うとですね、本当に生活に直接アプローチができるんです、でその中でも一番社会的でも価値があるなと思うのは、食だと思います、
例えば糖尿病予防の食事はあります、腎臓の予防の食事はありますとかって、じゃあ高齢者の人たちに適した体力を上げましょうとか、こういうものって実はないんですよね。なんとかを予防しましょう、なんとか制限食ばっかりなんですけど、高齢者の方々に適した食事っていうのはなかなかないわけですよね。必要な栄養素が取れるものはなかなかないので、腎臓学会でも腎不全の人たちにタンパク制限やめましょうっていうふうにも変わってきてますので、まあ、例えばタンパク質一つだけでもかなり高齢者の食生活変わると思いますので、まあ、できることであれば、せっかくそういうことを経験してそういう社会的な問題も見ることができたので、高齢者の食とか、まあ、間接的にですけどその方が元気になると言っている、なるほど、多分僕たちのアウトカムっていうのはもちろんお看取りまでちゃんと見るのもあるんですけど、社会的に医療費の節約ができるとか、うん、はいはい、まあ、救急搬送もそうですよね。救急搬送も在宅医がいればおそらく軽症の8割はなくなると思うんですよ。そういうことでやっぱ社会の資源を少し正常化に持っていけるような、そういった活動もしていきたいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。今日はですね、内田先生にたくさんいろんなお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。仲間集め、それから海外拠点、在宅医療の幅を広げるというところで先生の構想をお話しいただきました。確かにですね、医療っていうのは生まれてからお亡くなりになるまでその人の人生を見る中でやっぱり欠かせないものの一つになってます。その中でどうこう関わっていくか、具合が悪くなってからお看取りというわけではなく、やっぱりもう少し手前から、まあ、例えば QOL を上げる、もしくは健康な状態を長く続ける、まあ、そういったところにこう関わっていくというのは、まあ、週末の方の医療を担当されている先生ならではの視点でもあるのかなというふうに思います。まあ、いろんな先生方がですね、まあ、予防というこうアプローチをされていく中で、おそらく内田先生の考える未病段階のアプローチっていうのはちょっと独特なものになるんじゃないかなと思ってですね、今後もですね、先生の展開を私楽しみにしております。まあ、5回シリーズでお伝えしていきましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、私としてはですね、こういうインタビューを通じて空気感を味わってもらいたいなというふうに思っておりまして、まあ、このコロナの時世というのもありますし、他の人がどうやってるとか他の人がどう考えてるっていうのを知る機会っていうのは結構あるようでないんじゃないかな。仲間内の先生のところは見る機会ありますけれども、全然関係ない先生のこう見る機会、まあ、インタビュー形式で私やってますので、ちょっと生に近い感覚の声を聞くっていう機会が増えればなという思いでやっておりますので、こういう先生インタビューしてよとかですね、この先生いいんじゃないみたいな、場合によってはうち来てよでもいいので、概要欄からですねお問い合わせフォームがありますので、そちらからリクエストしていただけると幸いです。それではまた次回。Thank you.